攻めは、戦争、試合やゲームにおいて、対戦に相手を攻撃して、利を得ること。相手の石を攻撃して、利得を図ることを指す。必ずしも相手の石を取ることを意味しない。相手の石を攻撃する、厚みを活用する、根拠を奪うなど、様々なパターンがある。また、美人は追わずと言われるように、 闇雲によって逃がしてしまい逆に自分が薄くなることが最も戒められる。攻めの強い剛腕家としては、加藤正夫、竹宮正樹井山雄太などが有名である。根拠を奪う黒1から5に打つと、白はこの部分だけで眼形を作ることができず、黒の攻めの対象になってしまう。帽子攻め黒1の帽子で、相手の進路を塞いで攻める。 コスミや桂馬マによる攻め黒1と桂馬マに迫り、白の石を攻める。重くして攻める白の石を攻める際、黒1とコスミつけて、白2と立たせ、黒3と挟む手段が常用される。黒1で単に3と挟んだ場合、白 A などと隅に振り替わる余地を残す。黒1と白2の交換によって白を大きな石とし、捨てにくくさせて攻める意味合いである。 もたれ攻め白4までの石を直接追うのではなく、黒5から7と近くの石に持たれて打つ攻め方。この後、白 A なら黒 B、白 C、黒 D と運んで上辺で利得を収める。ありがとうございます。